よし、こんにちは。珍しくちょっと昼に時間できたんで、ちょっと解剖学終わらんと思ったんで、急遽今日は股関節、下肢を中心にやらせてもらいますね。で、今日多分膝ぐらいまで、でそっからふくらはぎ、足首っていうところで、あと2回でとりあえず教科書の分やれるかなと思うんで、なんとか28日、このツイッター消すまでに、そこまではやっちゃいたいと思うんで、その後は、また、ね、こう前みたいに、好き勝手、脱線しながらいろいろ喋っていきたいと思うんで。はい。じゃあ、股関節、やっていきます。よし。じゃあ、まあ、股関節ってね、まあ本当大事な場所なんですよね。ね、こう体幹と、ね、下肢をつなぐ重要な。で、どうしても二足歩行っていう人間からするとね、すごく重要な関節になりますね。で、この辺がね、しっかりしてることでやっぱり立ち姿にも影響してくるし、こう足の痛みっていうところにもつながってくるし、やっぱ体幹ともつながってるっていうところで、腰痛やなんやらっていうところにもね、他にも影響が出やすい、結構人間の中でも重要な関節ですね。トレーニングなんかを指導する立場からすると、本当に股関節のトレーニング、股関節のっていうかね、股関節周りをうまく使うトレーニングっていうのが本当に大事で、大きい関節だし、だから股関節周りについてる筋肉っていうのは本当に強い筋肉が多いです。まあ、だからこそ、まあ、影響力が大きい。だからこうマッサージする上でもすごく大事な部分になってくるかなと思います。で、まあ股関節ってね、なんやろ、結構漠然としてて、どこのことを言うかわからへんみたいな人も結構あって、でこれ一般の人なんかもそうなんですけど、股関節って内もものことでしょとか、股関節ってどこまでが股関節みたいなことをね、お話伺ったりすることもあるんですけれども、まあ、股関節って、そうね、ちょっとこっちのアプリ見た方がいいかな。ちょっと画面変えますね。おー、こんにちは。お二人ともよろしくお願いします。これか。よし。まあ、股関節。まあ、こうやって、骨盤と、まあ、大腿骨。大腿骨と、まあ、骨盤。こうやって、ついてます。まあ、ここにこうやってついてるんですけど、まあ、この表面には、すごく強い靭帯がね、筋肉ではなくて靭帯、骨と骨をつないで安定させてる靭帯があるわけです。これがビャーッとこう、覆ってることで、こう、いい位置を保ってるというかね。こうやって取ると、こういうソケット、ね、穴にはまり込んでるのが股関節。ここのことを股関節っていうので、要は360度あるわけですよね。股関節の前側、ね、下の方、ね、外側に、後ろ側、ね、内側などなど、ここの部分を言うので、まあ、いろんな方向に動きますよっていうのが股関節。で、この前後ろ、ね、もしくは左右、ね、細かい筋肉、大きい筋肉、いろんなものがこうやってドカッとついてますよっていうのが股関節。だから、まあ、この辺のことを言うんやけど、まあ、これだけいろんな方面にたくさんの筋肉がついてますよ。で、こいつら結構強いっすよ。ね、こうやって奥にここ見えてますけど。だからいろんなものの影響を受けてくる。だお尻も要は股関節になってくるわけですね。これを通って、このお腹の方にもちっちゃい筋肉がある。ここにも、ね、お尻の筋肉がある。こうやってちっちゃい細かい筋肉がこうやってうじゃうじゃついて、
ちゃうちゃってほどじゃないけど、深層にもついてることでこういう股関節っていうのは安定している。ここにはまっている。ここに本来靭帯っていうのもあるわけで、だからかなり強くつながってます。で、前から見てもこういう筋肉があります、こういうのがあります、上の方からもこういうのがついてます。で、その奥にあるのが股関節。だからこの周りの筋肉ね、大腿骨にこうやってついてきてるもの、で、さっき上からついてる、こういうのもそうですね。上からついてきてる。もしくは骨盤にこうやってついてきてる。骨盤の中でも腸骨、恥骨、ね、裏行くと座骨。ね、こういうところにたくさんの筋肉がついてきてます。まあ、骨盤っていうのをね、こうやって前ちょっとお話、ね、しましたけど、骨のところで。で、腸骨や座骨、恥骨、ね。で、仙骨っていうのがあって、こういうやつらが合わさった集合したものが骨盤なんで、一つの骨ではないっていうことですね。まあでも、まあ、つながってるから、まあ一つの骨のように見えるし、まあ、それらを靭帯がつなげてくれてるっていうところ、まあ、そこにはまり込んでる、大腿骨がはまり込んでる部分が股関節。まあ、その足がちゃんと動くように周りの筋肉がたくさんついてて、それぞれ後ろについてるやつは後ろにね、股関節を伸展する、足を後ろに引く動きに働いてるし、横の筋肉、外側の筋肉は足を外に上げる、回転する筋肉、こういう筋肉やこういう筋肉ね、小殿筋、中殿筋、この奥にある、ね、大殿筋はでっかいから、まあ、割と後ろに引く、ハムストリングを後ろに引く。で、前側には、まあ、筋膜張筋もそうですし、こういう方向筋とか大腿直筋とか、あとは腸腰筋とか、こういうのは足を屈曲する動きで、内側についてる内転筋っていうのは、その名の通り内転する動き、まあ、細かく分けるともっとあるんですけれども、まあ、大雑把に言うとそんな風にいろんな機能が分かれてます。だからいろんなところについてます。一個一個の筋肉なんじゃなくて、前に1個ボーン、後ろにボーン、外にボーン、内にボーンってついてるわけじゃなくて、まあね、こうやってたくさんの筋肉がいっぱいついてますよっていうのが股関節。まあ、だからマッサージするときなんかもね、こういう筋肉の溝、一本一本の溝なんかにね、入れてあげるとよりほぐれるかもしれないし、まあ、この奥に何があるんかな、もしくはさらにこういう血液や神経があってさらについてきます。じゃあここを押したらどこまで影響があるかなみたいなところまでなんかやっていけると、より一つ一つの手技の意味が深くなってくるかなっていうのが、股関節を触っていく上でヒントになる部分かなと思います。はい、まあその辺、まあちょこちょこ文章にして書かれてるのが、まあこういう教科書だったりするんですけれども、基本的にはね、こう深いところにあるのでね、こう筋肉やなんやらっていうのがあって分かりづらい部分ではあるけど、まあ、外側の方とかっていうのはすぐ骨だったりする。で、外の骨の骨、骨盤の外側にある骨の出っ張り、これが大腿骨の大転子っていう、大きい転ぶ子供って書いて大転子。なんか前誰かがなんか大転子の転子をエンジェルだと思ってた人がいたっぽいですけど。さすがに笑いましたけどね。大転子って聞いたことあるかもしれないですね。まあ、ここにもお尻の筋肉が、ね、中殿筋や小殿筋とか、ね、あとは細かい筋肉とかがついてきてる。で、ここに上前腸骨棘って前、何回か出てきたと思うんですけど、前側の骨の出っ張りですね。そういうところにこう、骨の出っ張りなんか、骨の、ね、こう指標、前も話しましたけど、ランドマーク、まあ、そういうのを、なんだろう、上前腸骨棘や大転子、あとは腸骨梁、まあ、腰骨の、いわゆる腰骨ってこう触る、ね、こう上の際のところですね。こういうところから筋肉が出てる、が大転子の方ついてたり、それがいわゆる起死停止。その起死とか停止っていうところの、
部分になる骨の名前っていうのがこういう指標になってくるから、まあなんとなく知っておくといろいろチェックができるかな。まあ、ここにちょっと書いてますけど、腸骨梁という上の際、ね、後ろに出っ張ってるのが、これね、上後腸骨棘って読む人が多いんですけど、五条、あんま見たことないですね。日本語和訳なんでね。まあ、結構いろいろありますけど、上前腸骨棘。なんでこっち上前やのに。うぃ。大丈夫か？はい。こっちは違うんだろうな。で、これを英語で、上前腸骨棘は ASIS っていうことも多いし、上後腸骨棘は PSIS。A はアンテリオールって前っていう意味。B はポステリアって後ろっていう意味。まあそれでね、こうそれぞれの頭文字を取って ASIS、PSIS って言ったりするんですね。僕らもカルテに書くとき、これ漢字で全部書くとマジだるいんで、だいたい ASIS、PSIS、もしくは AP って書くことが多いです。まあ、これはまあ余談ですけどね。はい。まあ、そんな風に骨があって、それぞれのところに筋肉がついている。で、股関節ってこうね、こううまくはまり込んでるんですけど、女の人なんか結構はまりが浅い人っているんですね。先天的なね。だからそういう人で先天的な股関節脱臼っていうのがね、赤ん坊の頃とかあったりとか、まあ、そういうのが生まれ持ってね、ちょっと緩い人ってやっぱいるんですけれども、まあ、そこまでいかなくても関節ってやっぱ緩さあるんですね。これはまあどうしても女性っていうのは緩い生き物になってまして、まあそれは出産っていうものがあるので、やっぱ子供を産むために緩む必要があるから緩いんですけど、男性との逆にすごい硬い人が多いですね。だからあんまり男性で股関節脱臼する人多くはないんですけど、何人かね、ラグビーとかやってる子で見ましたけど、まあまあ珍しいケースですね。まあよっぽどの外力、交通事故や加わらないとならない。でも女性の場合は自分自身の緩さでこう勝手にこうずれる、あ、脱臼するとかいうこともあったりして、それによって股関節が痛くなったりもするので、だから男性と女性って結構ね、治療の仕方で変わってきたりするんですよね。それはこういう構造の違いがあって、まあ出てくるかな。まあ一つね、まあそんなにマッサージには関わることではないんですけれども、で、男性は硬い、女性は緩めっていう傾向があって、まあ、緩い人っていうのはやっぱね、こううまく関節をはめ込んであげなきゃいけないこともあったりするので、まあ、股関節をこううまくはめるような手技とかっていうのもやってあげると、こう足がすっきりしたりするっていうのがあって、まあ、そういうのまあ興味ある人は、まあ、で、特に女性ターゲットにしてる方とかでそういうのも知りたいな、いわゆる生態的な手技になってくると思うんですけれども、バキバキってするんじゃなくて、ゆっくりじんわりこういい位置に持ってってあげるような手技っていうのもあるので、まあ、興味ある人はそれは個別に聞いてください。で、まあ股関節っていうのはね、だから360度ね、こう覆われてる臼関節なわけですから、いろんな方向に動く。屈曲にも動くし、伸展、後ろにも動くし、外の外転、内の内転。で、外にねじれるな、外旋、内にねじれる内旋。まあ、そんな風に、たくさんの動きがあります。で、昨日話した肘とかっていうのは、屈曲伸展しかない。膝もそうですね。屈曲伸展しかない。まあ、もちろん若干、かいないとか、かいがいっていう動きもあるけどね。なので、ちょっと、形態が違うと、動きも変わってくる。まあ、肩や股関節っていうのはそういう臼関節っていう動きが大きい関節。まあ、だからいろんな方向に動きますよ。だからいろんな筋肉がたくさん関わってますよ。じゃあそれぞれってどんな風に動いてるのっていうのは、ここが一覧になって今書いてますけれども、なんかこれざっくりインナーマッスル、アウターマッスルって書いてるけど、まあ結構俗語的な言葉ではありますけど、あんまりね、こう医学書ではこういう言葉はあんま表現されないです。これはね、トレーナーの分野の教科書だから、まあ、こうやって書いてるけど、あんまりこういう表現はね、医学的にはしないんですけど。では股関節が内旋する動きだったりとか、外旋する動き。まあそれってこういうふうについてますよ。まあ、前の方についてる、恥骨の方についてるのが恥骨筋。で、後ろ側についてる外旋する細かい筋肉。さっきいっぱい切り込んでった時に出てきた、梨状筋とか、上層視筋、下層視筋。で、内閉鎖筋、外閉鎖筋、で、大腿方形筋。まあ、この辺はね、合わせて外旋6筋というような言い方もするぐらい、まあ、ちっちゃい細かい筋肉で、まあ、それぞれ割と似たような筋肉、まあ、似たような仲間です。
その中でもまあ一応リーダーみたいな、ね、名前が通ってるのが梨状筋。お尻の真ん中らへん。こういうのって外旋だから、ガニ股にするような筋肉。だから男性でガニ股傾向がかなり強いような人なんかはこういうところが硬くなっていることが多い。だからお尻ってしっかりほぐしてあげると腰痛の人なんかにもいいですよっていうのはこの辺からもきますね。で、もっと表面の筋肉になってくると前方股関節の前側には腸腰筋、ね、有名ですよね。まあ、腸腰筋ってね、まあ、股関節だけど、まあ、背骨の方からついてる腰椎とか。その辺から出てきて奥の方グイーッと内臓より後ろからグイーッと奥の方から出てきて鼠径靭帯あたりでこう表面に出てきて大腿骨の上の方についてくる、まあ、だから股関節の動きには関わってるんですけれども、大きく結構深いところにある筋肉ですね。まあ、大腿直筋っていうのも同じような仕事をする筋肉、まあ、逆にこれは膝の方からついてきてる、まあ、似たような筋肉です。でもこれらの関係性っていうのは結構大事だったりもするんですけど、だから足の前側の付け根なんかっていうのはこうマッサージする上でも割と効果的だったりする。特に反り腰とかそういうような人なんかにはこの辺がカチカチになっていることも多いです。まあ比較的女性なんか多いですね、この辺カチカチになっている人。で、内転筋群、内側にあるやつですね。内転筋だっていっぱいあります。ここには大内転筋、腸内転筋、短内転筋ってあるけど、まあ、さらに言えばね、ここには、ここなんかハムストリングに入ってるけど、ちょっとここで区切れる。まあ、白筋なんかもね、内転する筋肉ですね。ちょっと後ろ目にあるから、で、伸展する作用っていうのもあるみたいな感じになってくるんですけど、まあ、ハムストリングとの境目になってくるような、似たようなところについてる筋肉です、白筋は。まあ、でもこれらの筋肉を一つ一つ明確に覚える必要は全くなくて、ざっくりと、内側にはこんな筋肉があって、外側にはこんな風に、ね、中殿筋や小殿筋で、大腿筋膜張筋っていうのもあって、で、でっかいのが大殿筋っていうのがあって、まあでハムストリングも、まあ、3つぐらいに分かれてんだよな。ってことはそれぞれの隙間をうまくほぐしてあげるといいかな。ってことは、ね、ルートどうやってやっていこうかな、深さどれぐらいの圧かけようかなとか、まあ、そういうところにね、まあ、つながってくるんじゃないかなと思います。まあ、この辺の怪我の話はいいと思うんで。で、ここに書いてるように、肩関節っていうのは、股関節っていうのは肩関節について、ね、自由度が高い関節でありますと。で、このね、三高可動域っていうのは、大体人間の可動域ってこんなもんですよっていうのが、何やろ、こう提示されてるんですね。屈曲は125度動きますよ。伸展の字違うやん。教科書でこんなことあんの？後ろには、まあ、20度弱しか動かへんよ。前は逆にこんだけ動くよ。で、外転はこんなもんだよ。内転はこんなもんだよ。内外旋はこんなもんだよ。まあ、こういうのをなんとなく知っておくと、まあ、この人硬そうやな。なんか右と左で硬さ全然違いそうやな。で、動かした時に、あれ、こっちこの辺で詰まるけど、この辺ここまで、こっちはこの辺まで動くなとか、左右差比べたりする。でもそもそもこれって硬いの柔らかいのってなった時の参考にする可動域。まあこういうのはね、本当に明確にね、こう、どことどこをどのポジションでどうやって角度を測るっていうのがあるんですけれども、まあそこまで知る必要全くないので、なんとなくこれぐらい動くんやなぐらいの知っておくと、まあ参考になることもありますよっていう分野。だからちょっとまあ、マッサージする分野とはちょっと違うかなと思います。ただ、まあ知っておくと、まあ損はしないかなっていうようなことなんで、ちょっと深い内容ではありますね。で、まあここになんか絵でね、まとまってますけど、まあ、恥骨筋で内転するような筋肉、さっきの書いてた表に書いてたやつですね。前側の内転する筋肉、まあ、ここについてるから、これが縮むと、まあ、屈曲方向にも行くし、少し内旋も加わるかな。人間って三面運動って言われる、最初の方に話をした四条面、全顎面、水平面っていうところで、まあ、それぞれの3つの面の動きがある中で、いろんな方向にただただ一方向に動いてるだけじゃなくて、若干ねじれながら動いてたりするんだよっていう部分で、こう3つの機能があるんですけれども、まあ大体大まかにでいいと思います。まあ恥骨筋っては内転する筋肉、これが近づいてくるから内側に来るだろう。で、これ後ろから見た図、
で、さっき言った外旋筋、深層外旋6筋、深いところにある外旋させる機能の6つの筋肉が、まあこうやってちっちゃくちょびちょびちょびちょぼっとあるから、まあそれぞれ微妙に機能違うんですけど、まあ大体似たような筋肉だからひとまとめにするよ。その中でも梨状筋が一番大きいかなっていうところでリーダーのような感じで扱われる。まあだからこの辺が縮むと大腿骨をこっちに引っ張るからガニ股になる、要は外旋する作用の筋肉ですよ。普段から外旋気味の人はこの辺が縮こまって硬くなってるよねみたいな筋肉ですね。で、中殿筋、小殿筋っていうのはまあ似たような筋肉ですけど、まあ、外転、外に足上げる筋肉ですね。あとはね、立った時に、要は片足で支える時にすごく大事な筋肉です。だからね、立ちっぱなしの人なんかね、立ちっぱな仕事してるような人なんかには、この辺ってやっぱ結構硬くなってることが多い、疲れてることが多い。まあそうすると、そこから腰痛につながったりもする。だからこの辺揉んであげると結構楽になること多いですよ。なんか立ち仕事のような人なんかには、ケツの横目、ケツの上横目をね、外側目をやってあげるとね、結構ほぐれやすい。それでいて、さらにガニ股だったら、この真ん中ら辺にある外旋筋とか、こういうところもほぐしてあげたらいいのかもしれないし。そういうふうにこう見てあげると、マッサージする場所につながってくるかなって思います。前側から見るとこうやって、大腿筋膜張筋ってこの辺についてるポケットら辺にあるような筋肉なんですけど、まあ、そこからね、で、正しく言えばこの辺だけ筋肉で、あとはビーってね、こう名前が変わって長径靭帯っていう名前になって膝までついてくる。まあ、メインの筋肉の部分はこの辺なんですけど、まあ、ここら辺もね、結構硬くなってる人が多いから、仰向けでもこの外面のところをほぐしてあげる、もしくは横向きにして上からこの側面を押してあげることで、まあ、腰痛の人なんかにはね、こうすごくこう効果的な場所だと思いますよ。だからね、やっぱ腰痛の人なんかもね、こう横向き、側外で施術をしてあげるとより効かすこともできるので、まあ一つ参考にする部分ではあるかなとは思います。あとはももの前の筋肉、まあ、大腿四頭筋っていうのがね、大きくあるんですけど、その中の一つの直筋、大腿直筋っていうのだけ股関節をまたいで骨盤についている。で、他の大腿四頭筋の内側広筋、外側広筋、中間広筋っていうのがあるんですけど、それは大腿骨までしかついてない、この辺から始まってるから、股関節の動きには関わらないんですね。ここをまたいでると足を、ね、股関節を屈曲する作用になってくるんですけど、こういうのを単関節筋、二関節筋っていうふうにね、こう分けられる。一つの関節しかまたいでない。ね、大腿四頭筋でも、この辺から始まって膝越えてるやつは一つの関節しか越えてないから単関節筋。これは膝の動きしか関わりませんよ。でも大腿直筋っていうのは股関節も越えて、膝も越えてるから二関節またいでる。だから二関節筋って言って、股関節の動きにも関わるし、膝関節の動きにも関わる。まあだからね、膝悪い人なんか、この辺からやっぱより長い筋肉っていうのは影響力も大きいから、膝が痛いけどこの辺からほぐしてあげると楽になるケースもあります。はい、この間膝の手術で全然歩けなかった子が、この辺ちょっとほぐしただけで、それこそ自分でテニスボールでぐりぐりほぐしただけでスタスタ歩けるようになったので、まあそういうのなんかもね、まあまさにそういうことなんだろうなと思います。人間の体ってやっぱ連なってるし、さらにここだけじゃなくて、もっと体幹部にも関わってくるし、一つ一つの筋肉を覚えることも大事ですけど、まあそういうつながりなんかもね、後々勉強できていけるといいんじゃないかなっていうのが。まあだからね、ただただ教科書だけ勉強してもつまらんなって思うんですけれども、まあ一応ちょっとね、基礎の基礎っていうところで、今回はやってます。で、腸腰筋なんかはさらに上の方についてる。ね、こう、腰椎。で、この前に内臓があって、奥の方を通ってきて、で、この辺から表面出てきて、ここに鼠径靭帯通ってるから、そのまま大腿骨の上の方についてる。まあそういう筋肉ですね。だからこの辺ぐらいだと何度か触れるけど、この辺なんて絶対触られへんような。まあでも触れるっていう人もいるけどね。すげえ横から入れたり、後ろから入れたり。ちょっと僕わかんないっす。ほんまかなって思っちゃうぐらいな感じです。まあそんな風に股関節ってね、いろんな風に前から横からついているっていう感じの筋肉。まあ大体今しら、ね、お話ししてったのがそういう感じですね。
まあ、内転筋もいろんな方向から、ね、幅広くついてる筋肉、大内転筋のようなのもあれば、長く薄くついてる白筋があったり、短く強くついてるような腸内転筋、ね、ちっちゃく細くついてるような、まあ、そんな風にしてね、いろんなものがあるおかげでうまく回ってる。で、ハムストリングも膝を越えてついてる。な、だいたいストーキーに似てる。ね、だいたい直筋の反対側みたいな感じですね。座骨っていうところについて、骨盤の筋、骨について置きながら、膝を越えて、すねの筋、骨、脛骨についてる。それが外側は腓骨についてる。だからハムストリングって内側と外側にあります。で、その上に大きく大臀筋っていうのがあって、こいつがやっぱり一番強い筋肉ですね。かなり強い筋肉です。まあ、そんな風にね、こう股関節の筋肉っていうのは幅広く大きくいろんな筋肉がついている。まあ、だからね、こうマッサージする上でもすごい大事だし、ある程度圧も必要だったりもするし、まあ、そう考えると、こうやっぱりなんとなくルートを知ってやれた方が、まあ、多分ね、こうしっかり効かせられるんじゃないかな。そうすることで、ね、こう、辛いところを楽にしてあげたりとかっていうことにもつながるだろうし、そういう情報ですね。まあ、それがね、次、膝になってくると、まあ、膝っていうのは結構中に細かい靭帯があって、僕らの世界では膝はね、筋肉動向っていうよりも、この関節の中の方の靭帯とか細かい動き、半月板とか軟骨とかっていうのもあって、まあ、おばあちゃんの膝とかもそうですけれども、まあ、スポーツ選手も膝をよく壊します。まあ、それってどういう状態っていうのを知っていくのには、この関節の中の情報、細かい情報を知っていく必要があるんですけど、まあ、マッサージにはそんなに影響ないかなって思うんで、まあ、知っておくべきことっていうのは、まあ、お皿があって、お皿のところには筋肉こんな風についてて、で、すねが、ね、脛骨と腓骨があって、で、それが足首にこう連なってきてて、まあ、そのおかげでこういう動きが出ますよ、みたいなところ。まあ、そこには血管がこんな風に通ってて、だから足のむくみとか考えると、こういうところやったらいいんじゃないですか、みたいなのが、多分次は影響してくるかなと思うので、まあ、次回はその、まあ、膝からすねで足首、足っていうところに、こう、そんなにね、たくさん筋肉を覚える必要がある場所ではなかったりすると思うので、まあ、そこら辺のお話を、28日かな、明日の夜できたら、どっちかかなって。まあ、基本的には保存するためにやってるので、もし興味があれば、まあ、保存したものを見ていただければいいかなと思うので、はい。次回はそのあたりをやっていこうと思います。はい。じゃあ、クリスマスのお昼から、ね、聞いてくださった方ありがとうございます。よし。じゃあ、そんな感じで、今日はおしまいにさせていただこうと思います。ああ、メリークリスマス。ありがとうございました。こちらこそ、いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。ではでは、こちらで終わりにします。お疲れ様でした。